はい、皆さんこんにちは、小山隆介です。今日はですね、ZVE1、これについてもう一回語ってみたいと思います。特にですね、この、Vlog カムという位置づけなんですが、実は α7C、これとまあ筐体がよく似ていてですね、まあそれの後継機として購入する、これが、是か非かというところを議論してみたいと思います。はい、ということでですね、今日はですね、ZVE1、これがですね、いよいよ、まあ、今日4月の3日なんですけども、明日4日の10時から、まあ、予約が開始されるということで、まあ、早速ですね、予約される方も多いと思いますが、なんせ、まあ、これ結構いい値段がするということもあってですね、一体本当これが買いなのかどうか、いろんな角度から検証をしています。早速ちょっと図を見ていきたいと思いますが、今回はですね、α7C、これの後継機としてですね、この ZVE1 がありかなしやということを見ていきたいというふうに思っています。で、実際ですね、この筐体、ボディはですね、まあ、極めて似てるんですね。ほとんど重さも一緒です。そうすると、まあ、α7C を使っている感覚で、そのまま、ZVE1 に乗り換えるということはまあ可能です。バッテリーも同じですね。まあ、これ非常にそういう意味ではいい選択なのかもしれません。また、α7C はですね、今のところ、噂で α7C2、Mark II が出るという噂は出ていません。ということはですね、おそらく来年、もしくは再来年ぐらいに、まあ、アップデートされる。まあ、再来年でしょうかね。そんなことを考えているとですね、もしかしたらここで買い替える可能性が、いくといいんじゃないかということもあり得ます。ちょっとスペックを見ていきたいと思います。すでに両社ともですね、まあ、発売されているということもあって、フルスペック出てますね。センサーサイズ、フルサイズ、フルサイズということで同じです。で、私がもし今、α7C を持っていて、買い替えを、検討する、最も重要な要素としては2つ目、クリエイティブルックが使えるということですよね。まあこれがですね、やっぱりこのソニーの色味がどうしても受け入れられなくて、まあね、他のメーカーにっていう人が多い、その中でクリエイティブルックが出た瞬間にですね、あ、これならっていうね、まあそういう状態になったわけですね。それぐらいこの色味、非常にですね、繊細な、色が出るということです。で、もちろんこれは富士のですね、フィルムシミュレーションを想定した、まあ、機能でもありですね、富士の、使っているその色味を、まあ、ソニーでも、出しやすくなるということなんですよね。で、ただし、まあ、いくつかネガティブなポイントがありまして、それが、電子ビューファインダーですね。写真ライクに、撮っていこうとしたときに、背面液晶だけでいいのか。また画素数も少ないですね。2400から1200ということになります。シャッタータイプは電子シャッターのみということになって、メカニカルシャッターがないので、まあ、ローリングシャッタースピードはですね、もうすでに、十分であるということが、アナウンスされています。4K25P で 8.4 ということで、まあ、これ十分ですね。静止画の場合は少し、まあ、これとはまた別の、なんか数値になるようなんですけども、まあ、それでもほぼ十分だろうと。かなり振ってね、撮ると、ちょっとそのぐにゃっというね、こんにゃく現象が起こったりもするようなんですけども、まあ、そうでなければ大丈夫そうですね。ということです。で、私がですね、まあ、これ、重量のところも見ていただくように、ければ分かるようにほぼ一緒ということで、まあ電子ビューファインダーがない分ちょっと軽いみたいな、それぐらいの違いなんだと思うんですよね。で、ここでまあポイントはですね、 AI による AF がまあつくかつかないかっていう問題なんですね。これ α7C2 ですね。で、Mark II になった時に、まあ来年もしくは再来年になった時にはこの AI のチップもだいぶ安くなっているかもしれません。そうすると標準で乗ってくるということになると思います。まあ、その前に多分 α7-5 っていうのは出るんでしょうかね。今4が出たばかりなので、それもちょっといつになるか分かりませんけれども、いずれにしても7-4あたり、7-5ですね、7-5の、で AI が乗ってきて α7C に AI が乗ってくる。まあ、その順番だとするとですね、ずいぶん、まあ、将来、未来に、まあ、乗ってくるということになると思うんですよ。だとしたら、この AI による AF を今すぐ、まあ、試したい。
数年後を待たずしてですね、今からじっくり楽しみたいという人にとってみると、もしかしたらこの ZV-E1 は 7C の、まあ、代替機として、バージョンアップ版として位置づけられるんじゃないかというね、そんな気がしています。私だったら意外と考えちゃいますね。つまり購入するんじゃないかと。その場合はですね、もちろんα7-4 今ね30万円ぐらいで買いますけれども、 α7-4 の、に、まあ、バージョンアップするのは順当なんですけども、ちょっと重いわけですよね。この軽さを維持しながらっていう、そのことを、まあすごいこだわる方であれば、こういう形が、いいのかもしれません。まあ、あと私なんかはね、α7C なんかはスナップシューターとしてもね、使えるこの重さ、ボディの、小ささがあります。そう考えると ZV-E1 ももしかしたらちょっとね、動画機能がやたらついてるんですけれども、スナップシューターとしても、まあ、使える、そんな、まあ、カメラになるのかなというね、感じもします。何度も言ってますが、私は買いません。これは買いませんが、こんな風な視点で、見て、購入に踏み切るというのもあるかもしれません。いやー、ただいかんせんボディが33万円という値段が、まあちょっとね、あまり機能盛りだくさんにしすぎているというかですね、まあその盛りだくさんがゆえにしょうがない部分であるんですけども、ちょっと厳しいかなという感じがしています。はい、ということで今日もありがとうございました。この動画がためになった方はいいねボタン、またチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それではまた。